さて多様な学びの場の確保などを目指して再来年4月の開校を目指す県立の夜間中学について県教育委員会が今日有識者による初めての意見交換会を開きました夜の時間帯に授業が行われる公立の中学校いわゆる夜間中学は先月現在31の都道府県などに53校設置されていて文部科学省では 少なくともそれぞれの都道府県などに1校は設けるよう促しています。栃木県内では、すでに宇都宮市と小山市で民間の自主夜間中学が生徒を受け入れていますが、関東地方の都道府県では唯一、公立の夜間中学がまだありません。県教育委員会では、これまでニーズを把握するための調査を行うなど準備を進めていて、 今年2月、栃木市ののの学学友館高校中中に県立の夜間中学を設置すると発表しましまた。開校は再来年春の予定できょうは学識経験者や教育関係者など10人の構成員による初めての意見交換会が開かれ宇都宮大学教育学部の佐々木和也教授が座長に選ばれました。 県内の、えー、とに限定するのか、あるいは隣接した地域まで広げるのかといったようなです、ね、あの対象者を含めましてあの、この県立の夜間中学をどのような形で運営していくかというようなことについてもあの、議論が交わされました。やはりその社会的自立を目指して、えーと、教育をしていけるような夜間中学にしてほしい。 SDGs なんかでも言われておりますけれども、やはり誰一人取り残させない、取り残さない社会をです、ね、作っていくための,です、ね、あの夜間中学として、えー、これから議論を重ねていってほしいという意見がです、ね、多数出されたところでございます。県教育委員会は、現在、多言語にも対応した多様な学びに関するニーズ調査を、インターネットなどで行っていて、次の意見交換会を7月に開く予定です。